はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ブレイブリーセカンド、前回の続きからやっていきたいと思います。深海への道が開けたので深海へ乗り込むところですね。ただ確かイデアとか死んでた気がするんで、そうですね、ちょっと寝ましょう。一回コテージで350円、一泊350円は安いな。まあ食料を提供してくれてるのかどうかはわからないですけれども、よし、では突入しましょう。キュイーンと、ちょっと複雑そうなマップではあるんで、宝箱は全部回収していきたいですね。メインが真ん中にあるな。あそこ行くと多分先に進むんだろうな。結構いっぱいあるな宝箱。金の砂時計、そして敵の実力は、うおー強そう。バハムートスピア、バハムートかよ。まあただやることは変わらず、ぶん殴る、ぶん殴れ。あ、弱い、弱くね。竜肉手に入れた。竜の肉硬そうだなあれ本当に。こっちから行って、上に宝箱があるんで、まずは上から攻める。お、源氏の小手、源氏の小手ってでも防御力か、即死無効のセーフティーリング。こいつもともと何つけてたっけ。あれブラックベルトって、あ、そうか、ブラックベルトとか外したんだ、即死があるから。そうするとこいつは、魔人の腕輪かな。ユーは源氏の小手でも飛びさせとくか。お、結構防御力上がる。でティズは、あ、パワーリストはパワーリストか、変わってないな。おお、ごっつい、ごっついやつが出てきた。ガルガンチュア、くらえくらえくらえ。オッケー、マグノリアどうしようかな。攻撃主体になってくると生きがけのダチンでもいい気がするんだよな。ちょっと物理20外して生きがけにしよう。生きがけと、ただ攻撃が通らないとね、ゼロっていう超めんどくさいことになるから。今どこにいるんだ俺。宝箱、水ら、ローブオブロード、いいね、強そう、イデアだな、ローブオブロード。お、大元帥の杖になった。ああ、イベントが始まった。あの皆さん、この戦いが終わったらどうします。仕事しろよ。そうだね、お父様や兄やしか協力して、あ、ユイにも協力してもらうからね。え、もちろん、ティズさん。そうだね、ノルエンデ村に帰ってゆっくりするよ。まあ英雄だからな。とか言って前の旅ではいきなり倒れちゃったんだから。ごめんごめん、ニートが外に出ると辛いんだよ。マグノリア、やっぱり帰っちゃうんだよね。月に帰れなくね。深海には行けるけど月には帰れない。ね、やっぱり月は私の故郷だし。あれ、ぶっ壊れたままでしょ、引く手。しなきゃ。そうだね。ユウは？やることいっぱいだろお前。あんだけ意気込んでたんだから。あとは秘密さ。お、なんだ。さあ、うん、ここは敵地だ。気を引き締めていこう。で、上の宝箱を回収。おー、ラストエリクサー。そこまで強力な敵が出てくるのか。うわー、またこいつ硬そう。大丈夫か。アダマンシェル、とりあえずダメージは通るな。
出たー。ダメージが通らない、もう無駄だよ。きついなー、ぶん殴りは通るな。手数を増やすと強いんだけど、固体的に当たるとな、かなりきついものがある。おお、雨の村雲、ちょっとお前装備しろ、マグノリア。変わった、かっこいい。雨の村雲、なんかあの紫色みたいなブレードだったやつよね。この風景はまた思い出か。これはどこ、町？聞いてみる？でもあんまり個人的なこと聞いたら悪いんじゃ。まったく、しかも自在に出れるようになってきたな、お前は。運命、信じる。再会したもしや。季節は春に、当時の私は研究者としてそれなりの、いや、かなり成功してただろ。成功を収めて、ゆえの転属。やっかみといえばシンプルなものさ。やっかみか、かわいそうだな。若かった私は偉く失望してね、焼けっぱちの腹いせに突然の雨にも構わず濡れて帰るつもりだった。ああ、ちなみに当時傘は必須さ。雨はとても汚染されていた。ああ、そうなのか。そんな焼けっぱちな私を走って追いかけて傘を差してくれた女性が現れたのさ。はあ、ベガス、彼女は私の転属先の研究員だったのさ。うん、でもベガの印象は悪いだろ。最初いきなり花渡されて、なんだよこいつみたいな。しかも初めましてかよ。初めてじゃねえだろ。なんでこいつら赤くなってんだ。待て、スキー場が魔王になっていたということ。そうか。おお、そうかそうか。君の方も気づいていた。気づいてはいたけど、いい印象ではなかったからな。運命か。運命だよな。まあ運命ではあるね。まあそこでよくベガが傘を差し出してくれたもんだよ。普通だったらゲッこいつかよみたいな。すげえ、こいつかよ、ガルダンチュアーみたいな。勝った、こいつもスパルタン。スパルタン X 買って、ここ硬いな、どうしよう。やっぱ行きがけより 20% アップさせて、単発の攻撃力を上げた方がいいかな。ボス戦になったら行きがけをつけましょう。で、今はちょっとやっぱり、硬い敵が。本当はね、刀の心得とか外したいんだけど、ただ忍者の装備がね弱い気がするから、まあ、そこはしょうがない。20% アップって誰だっけ。あ、チャリオットか。アイテムはあれ、どちら、こっちか。ちょっと複雑だな。こっちなんか怒ってたっけ。怒ってた。バッカスの酒、行けない、道が分かりづらい。うおー、よりによって敵の先生かよ。ほら、勝って、ダメだ、20% アップつけても。両手持ち系の方がいいのかな。両手持ち系だとダメージが通るからな。決める。あー、死の宣告か。よし。ちょっとマグノリアが、かなり役立たずちゃんになってきたぞ。回復は大丈夫か？ダメだ、回復しよう。ケアルガット。これは完全にボス専用のジョブと。あれ？あれ？どこにある？バス停がある。第一のハンマーはいらないな。2000円で買えるし。あれ？どっちだこれ？上行くとメインになりそうだな。こっちは、うん、あの宝箱欲しいけど、ただ一回ここら辺でワープして
お、この宝箱見えねえし。カイザーナックル、いいね。おお、カイザーナックル。パワー系が強化されるのはいいな。ここで連戦、ちょっと待って待って待って、リピート解除。これはね、もう逃げる。連戦はきつい、このメンツで。逃げろ、逃げ切れた。よし、これ右側いけんのか、このまま。あ、いけねえな。上とかは特になんか、そのバス停またあるし。どんだけバス停好きなんだよ、ここの街。あ、下がいけたな。ちょっと待って、下に宝箱があった。すげえいっぱいな宝箱。お、これはね、いけるな。逃げる逃げる逃げる。だしリピート123作っとこうかな。なんかめんどくさいな。で、マグノリアはいや、もうめんどくさい。結局こうなる。カイザーナックルの力を見せてもらおう。あ、こいつは通る。ガルガンピョアは通るのか。うん、こいつがね、勝てな。ガードリミッター解除ってなんだよ。さあ、エルメスの靴か、いいね。源氏のことよりエルメスの靴にしとくか。素早さアップ。これで、あと、そうか、左上のところに行くと右のところに行けるっていう感じか、多分。うん、うわ、入っちゃったよ。もうめんどくさい。敵が出た。宝箱の番人。うわ、こいつらか。いや、でも連戦じゃなければいけるはずだ。あ、デフォルトしてきたし。硬い。くらえ。しかし、俺はデフォルトを破れる。オッケー。リフレクトリング。リフレクになるのかな。そうするとちょっといらないよな。金の髪飾り。金の髪飾りって魔導士系にいい装備だった気がする。あ、ロイヤルクラウンがある。防御力は上がるけど魔法攻撃力が下がるのか。そう、減少、消費マジックパワーが減るんですよね。黄金で作られた髪飾り。めっちゃ上がるし、これ。これにしよう。で、ここの宝箱は回収したかな。じゃあメインだな。第何層まであるんだ、ここ。うわ、ブレイブアタックかよ。いや、でも倒せるはずだ。バハムートがね、弱い。マジで、このメンツは楽勝。よし、レベルアップ。さあ、次の階層かな。これはお祭りか。順調に進んでるな。私とベガモはそれなりに仲良くなっていたのか。それなりかよ。あくまでそれは同僚として、うん、だが、お祭りで夏は冒険の季節、勇気を与えてくれる。酒の力の方がいいんじゃね。その夏、私は2つの勇気ある行動を行った。自分で言うのか。お祭りデートに誘うこと。Yes! You can do it! あなたならできるわ。いや、もうできてるだろ。もう一つは早っ。愛を告白したんです。早くねえか、お前。さすがアルタイルさん、やりますね。やるときはやらないとね。まあでも、こいつかなりの成功者だったからな。ドキドキだったぞ。あの夏祭りの花火、金魚すくい。どれも金魚なんているの、この世界に。魔王化しているってことは、ベガさんにとっても思い出ってことだものね。素敵か、魔王化してるんだぞ。
消えたか。あれ、そういえば金魚すくいって、そうだよ、誰かやってたよね。なんか腹の音が鳴ったみたいな、今のうーんみたいなの。お腹空いたのか、言う。ケーキならいっぱいあるぞ。とりあえずよし、落っこってる。ボムの右腕が落っこってるのかな。なんか気持ち悪いな、ボムの右腕が落っこってるって。それを拾うんだろう。あれ、また新しい奴らが出てきた。ケライの、誰かのケライなの。ケライ、よし、マヌリアさえ通ればね、もう楽勝なんだよ。マグノリアが通らない敵になるとちょっと厳しくなる。ここも宝箱めっちゃいっぱいあんな。北極の風、いらない。ワープゾーンがあるからそっちから行く感じか。まずは下の宝箱は回収できそうだな。うわー、硬いシリーズだ。これを U だけで一体倒せるか。倒せるけどマグノリアがな、厳しいな。いけるか、いけないな。リミッター解除、リミッター解除。おお、強い傷。このぶん殴り力半端ない。カイザーナックルの力だな。お、ここにワープがあるけど下の宝箱を先に取ろう。クリスタルヘルム、いいね。じゃあこれは U かな、普通に。てかね、魔法防御とかが重視されるから帽子になっちゃうんだよね。あそこに宝箱があるな。見えないところの宝箱が。どっちだ、とりあえず右の宝箱を取ろう。バジュラ、なんか装備品がすげえいっぱい手に入る。ここでもバジュラにはならない。なんでだ、魔法の防御が下がるからか。攻撃力は上がるけど、まあ、ぶん殴らないからな。ん、こっちは正規流とか。一旦上のところを見て、わ、またこいつらか。スパルタン X3 人衆。まあでもこいつらでなんとか倒せるから。うわ、リミッター解除。頼んだぞ、ユウ。んー、強い。これは、うお、強い。ティーズだな。文句のぶん殴り強いな。どんだけ強い殴りなんだよ。お、ソウルオブサマサってなんだ。また良さそうなものが来たな。ソウルオブサマサ。あー、知性大幅に上昇か。まあ、こいつは攻撃の魔法を使うっていう感じではないからな。まあ、とりあえず放流しておこう。いや、ここかなりのアイテムの宝庫だな。おお、天しか字弓読めない弓使いは今はいないんでこのまんまっすね。豆の村雲は手に入れて、電線だ、ちょっと待って待って待って、電線はね、まずい。逃げる。よし、ほぼ逃げ切れるな。ただ一ターンかけて逃げ切れなかったことはないから、ちょっと作戦を見るか。マイセット、マイセット1、適用しますってなんだ。これどうやって決めるんだ。マイセット1、あ、これあれだ、作戦の方じゃなくてアビリティの方だ。あれどうやって決めるんだっけな。まあいいや、わかんないから。さあ次、もう第4層か。長えな、最終ダンジョンだけあって。多分最終ダンジョン。ここは研究室か。今までのとはちょっと感じが違うね。部下をいじめるのか、アルタイル。これまでの時々の恋話とは、上司の立場を利用して部下を誘う。私とベガは付き合い始めたが、同じ職場で、職場でか、同じ研究チーム。どうなんだろうね、そういうのって。それは大変そうだわね。研究所は、なんだよこいつ、めちゃくちゃコキ使ってくるんだけどみたいな。予算の規模も全く不足していたの。左遷されたところにアルタイルがいたのか。
私と出川は研究に打ち込んだ。夢のエネルギーとかってね、ドリームエナジーだっけ。彼女は私の仮説を信じて本当に献身的に協力してくれた。時には立ち入り禁止の資料室に忍び込み、危なくね、時には自由な発想を与えてくれたり、やがて実験は成功し、何の実験してたんだよ。仮説は理論となったが、その時私は思ったのさ、彼女とならばどんな困難をも乗り越えられる、ずっと一緒に歩いていきたいとね。なるほど、見つめ合うのが恋なら、さすが理論派アルタイル。愛なのさ。わかったよ。そうだぞユウ。お前ら何なんだよ。何の念押しですか。マグノリアは分かってるの。いない、いた。あいつ、こいつは敏感だな。よくわかるわ。うわなんでユウは叫ぶんだ。こいつも危ねえやつだな。まあ、下から、おお、宝箱。神々の怒りか、いらないな。こっちとかなんかない。あ、ここは研究室か。ブレイブアタック、ブレイブアタックはねあんまりいらないんだよね。ダークプリズン、マグノリアはちょっとバハムト狙いでいこう。間違えた、いいやったか。いいやもう無駄だけど。で、キズは硬いやつ、1万くらい渡るか。あれ、ユウだっけエルメス装備したの。早くなってんな、やっぱり。マグノリアより早くなってる。忍者の素早さを越すとは。さすがエルメスの靴だな。あれ、これはいいのかな、言って。ちょっと、こっちあたりをなんかないか。捜索してから、ないね。で、どこにアップする？どここれ。わかりづら。天狗のくしゃみもいらないな。ま、これは同じでいいか。おお、ちゃんと考えてくれてるね。35-0。左手が弱いな。ユウもこれ多分二刀流にしてたらきつかったんだろうな。両手持ちだからあのダメージが通るのであって、なんもない。あれ、こっちもなんもない。あ、下か。下の地図を見ながらと上の画面を見ながらなんで。でもユウが最初にこの硬いやつを攻撃してくれるのはいいな。おーし、レベルアップ。果たしてこれでどれくらい当たるかだよな。強くなって。お、ブレイブスーツだって、超強そう。一応ユウに装備させるか。クリスタルベール持ってんじゃんこいつ、弱っ。あ、戦闘開始時に BP プラス1、先人のスーツ。これはあれだな、ボスの時だな。若干の弱さはあるけど、宝箱を回収してから行こう。上に行くべきか下に行くべきかだな。そうするとガルガンチュア、あの柔らかいやつだといまいちわからん。巨人の斧、斧か。でも斧使いはいないから。デュランダル、これは良さそうだ。大元帥の剣とデュランダルはどちら？デュランダルの方が強い。あ、英雄ロランが愛用した剣じゃん。ロラン知ってます？光の四戦士に出てきた英雄ですよ。もうよく覚えてるな。最近光の四戦士の戦闘テーマが出てきましたからね。あの、七つの大罪をやってる時に。あれもね、かなり面白いソフトだったんですよね。あ、なんかそこに、宝箱が見える。あれ、どこだ？え、マジでどこあれ。そして忍者の強い武器っぽいのがあったけど、まだこっちの方が強いのか。
忍者のやつは回避が上がるな。あーでも下の階か。おお強いような気がする。これで下のワープに行って。で、左の宝箱か。これ、道が重なってると宝箱見えないんだな。そのマップ的なもので。ダークプリズム。もうお前など雑魚だ。さらばだ。あとはお前を撲殺する。撲殺が一番厳しいだろうな。なぜかケーキを持ってた。あれ、いけない。いけた。おお、鬼のコンボ。マジック系か。見づれえな、ここ。もうないよね。では、第5層。長い、ここは。これは夜景？かなり発展してんな。今まで行った町にこんな発展した町なかったぞ。どちらから聞く？またそれかよ。バッドニュースからでお願いします。意外と心配しないんだね。なんだよ、結局そっちかよ。じゃあ聞くなよ。グッドニュースからにしよう。ちょ、それは聖なる夜を祝う特別な日さ。クリスマス的なもの。高級なレストランを予約。いいね、金持ちだからとんでもねえレストラン予約できそうだな。結婚の申し入れをね。That's great news。 やったわね。プロポーズの言葉は？私と結婚してください。そのまんまだな。直球勝負さ。まあ変なこと言うよりは確かにそれが一番いいですかね。意外と喜んでくれたのかも。私の人生で最も嬉しかった瞬間だったさ。超おめでとうございます。超おめでとうございますって。バッドニュースもあるんですよね。レストランのお金が足んなかったとか。結婚指輪が。ああ、そっちか。お金がなかった。でもこいつ超成功者だな。いろいろ発明してて。それなりの給料はもらっていたはずなんだ。ああ、そうか、研究か。すべて研究につぎ込んで。自費で研究費出してたのこいつ。彼女は気にしないでと言ってくれたが。うん、優しい。これは私の問題だ。その後指輪はないものの挙式も無事にできた。でもさ、変な話、すごい安物の指輪でもいいんじゃない。とりあえずルクセンバルクに出発する直前に指輪を渡すこともできたのだとはいえ、まあその後の問題に比べれば申し訳ないけど、指輪がないくらいだったら、いいと思うけどね。そっか、その後ペガさんと離れ離れになってしまうんですもんね。結局ベガと再会することは叶わなかった。それは悲しいな。だけどね、私は自分の人生が不幸だったと。それはいいよね、前向きで。自分が決めた目標に向け生きた証ってやつか。生きたんだから、それはさ、自分の人生を生きたってことなのさ。君たちも自分の人生を生きるんだ。ブレイブリーデフォルト。ブレイブリーデフォルト。ブレイブリーデフォルト。それは従わない勇気。みんな、アルタイルの言うことはもっともらしいけど。否定しだしたぞ。やっぱり努力は報われる世界であってほしいんだ。僕は決めたよ。アルタイルには燃えてるな、ベガさんと一緒になってほしい。ええ。じゃあ新プロビデンスの家からベガさんを救い出しましょう。なんでベガがターゲットにされたんだ。好きな人との別れは。それがよくわからないな。たくさんなんだから。ブレイブリーセク。それはいや、やり直しは効かないよ。人生にいくらでもやり直せよ。お前らもうすでに人生やり直してるからな。アルタイル、ベガさんを諦めないで。第5層。おー、これはディナーじゃないか。どんだけディナー食ってんだこいつら。そりゃ金なくなるよ。マバリアシート。
これは魔法防御が上がるやつかな。うおー、敵の先制攻撃か。先制攻撃やったな。ちょっと待って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 、かなり危険だこれは。2人しかいない。吹っ飛ばされたってだってどういうことよ。よし、危ねえ。これね、通常の敵でも攻撃されるとね、かなり痛いからな。なんかないかな、なんもない。ちょっと右から行こう。左は、わあ、右も左もワープゾーンか。じゃあ、右から行くか。で、ここに出てきて、下に宝箱。電線か。ちょっと待って、ちょっと待って、これもね、無理無理無理。逃げる。さらばだ。通常戦闘はもう先手必勝で倒さないといけない。おお、ハイパーリスト。俺はもうティーズだろう。ぶん殴り。ハイパーリストどこだ。ニューでいくか。面白いと。おお、攻撃力が上がるね。どうしようか。あ、そっか、マグノリアはあれか、ブラックベルとか。ユーの攻撃力を上げるのもいいかもしんないな。パワーリストかな。でもな、ちょっと、いや、エルメスの靴で。あれ、いけなくね、こっち。お、宝箱あった。エクスカリバー2。マジか。これ、U 装備できんの？あ、エクスカリバー2って弱くね？光の全体魔法が使える。え、光の魔法使えるけど弱くね、これ。光属性があるからってことか。これはこっちでいいのか。じゃあ左のワープゾーンに行きましょう。エクスカリバー2、エクスカリバー1あったっけ。あ、あったね、持ってたね。エクスカリバー1は確か体験だった気がすんな。まあ敵のブレイブアタックだったとしても先手で倒せれば何の問題もない。ほいっと。うん、強いな。こいつ超強いな。で、こっちに出て、あそこの下なんかありそうだな、ここ、この下。調べてなかったな。宝箱が、アースブレイカー。あれ？そうするとどうやって行くんだ？あ、あっちの方が行ってないのか。ちょっと間違えたかな。これでこっちに来て、敵の先生攻撃か。待て超焦ってる。おいおいおい、マジかよこれ。どういうことだよ。さすがバハムト、攻撃されるときついな。ありえねえだろ今の。9999とか超焦ったよ。もうめっちゃわけわかんねえ行動してた。この右下を、あったー、ほらー、グングニルで、こっちから行ってこっちはなくて、え、あれ、行けなくなかった。だってこっち、もうお前ら全員ボコす。一人一体かダメだなこいつは。硬い。これで倒せればよし、 OK。あとはティーズのぶん殴りでいけるはずだ。リミッター解除ってなんか役立つのか。いいことあんのか。あ、すげえ、ちょっと今更気づいちゃったんだけど、次の戦闘が終わったら、いけない、マジでいけないよ。だっては どっから行くのこれ。おかしくね。え、上登って、あ、上登ってこっちか。あそこの宝箱出て取るんだよ。あ、それでここに出てくるのか。なるほどなるほど。
おお、また宝箱の番人か。硬いシリーズだな。いけるか。とりあえず、まあ先制攻撃だから大丈夫でしょう。おお、強い。殴れ。アダマンシェル。超指痛そう。指っていうか手。これあれだ。レベル11にならねえや。JP が増えない。こう右の。やっぱつけないとダメなんだ。11は解禁されてるけど、11にするためには、やった、クリスタルメール。あれ？クリスタルメールって装備してなかったっけ？じゃあどうしようかな。文句装備できるかな？できなそうだけど。あ、装備はできるけど弱い。11にするためには、11にするためのアビリティをやっぱつけないとダメなんだ。覚醒だっけな？なんだっけな？そういうことか。でももう最後の方だしな。最終層。よし。旅人よ。おお、これは結婚式のあれじゃないか。友達データが更新されてるよ。まあどうでもいい。この先は危険だぜ。よし、じゃあちょっとセーブをして。はい、というところで、じゃあ深海への道最終章のところまで来ましたので、今回はこれで終了して、次回また続きをやっていきたいと思います。